どうやって証明するかだな。その事件のことを覚えてる人もいないだろうしな。自らの罪を認めている。まず彼の証言を聞こう。そして無駄だと思うが弁護士が尋問をする。 DL65 事件は今日で時効が成立してしまう。変則的だがこういう手順で審理を進めたい。なるほど。弁護人、異議はありますか？ありません。それで結構です。彼はこうなることを最初から計算していたのか。わかりました。では御剣玲治、証人台についてください。証人、名前と職業は？御剣玲治、検事をしている。今から15年前、証人は父親である御剣信を誤って死なせてしまった。間違いないか？間違いない。ではその時のことを証言してもらおう。昨日御剣の話を聞いていて、一つだけ納得できなかった点があった。そこを追求していくしかないだろうな。どこだろうどこだろうな。納得できなかった部分か。私はその日、父親の法廷を見るため裁判所へ行った。その帰り、地震によって私たちはエレベーター内に閉じ込められた。父とハイネは次第に落ち着きをなくして争い始めた。その時私の足元に何か重いものが当たった。私はそれをハイネに投げつけた。争いを止めようと思ったのだ。次の瞬間、一発の銃声、そして悲鳴が聞こえた。ものすごい悲鳴だった。今でも忘れられない。それが全てだ。証人はこれまでその記憶を夢だと思っていたのですね。私たちは5時間エレベーターに閉じ込められていた。エレベーターの中は酸欠状態になり、私はその時の記憶を失ったのだ。ハイネと同じ症状を主張するわけか。わかりました。ではなるほど君、尋問をお願いします。はい。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、今たった今気づいたんだけどさ、この写真をちょっと見て。お父さんが撃たれてるのとは別に、エレベーターの窓に一発弾丸の跡があるんだよね。で、これお父さんの心臓から弾丸が摘出されてるってことは、これはこの DL65 事件で2発弾丸が使われたってことだよな。まあいいや、どんどん揺さぶっていこうか。その日お父さんはどんな事件を？よく覚えていない。覚えているのは2つ。父が負けたこととカルマ源氏が相手だったわけだ。カルマ源氏、あなたが扱った事件でしたか。15年前のことだ。細かいことは覚えておらぬ。確か御剣の父親に不正を指摘されたんだっけ。閉じ込められたのは君も含めて3人だったな。私と父とハイネかかりか。最初はどうということもなかったのだが、数時間待っても助けは来なかった。その時君はどうした？私は当時9歳の子供だった。何もできるはずがない。怖くて隅っこで震えていた。しかし、それは何だった？ピストルだ。おそらくハイネ係官のものだったのだろう。ホルスターから落ちた時、安全装置が外れたのだ。証人はそれを拾った。そしてどうしたか。君はそれをピストルだと知っていたのか。なんとなく分かっていた。どんなに危険なものなのか。しかし酸素は薄く、私はパニックに陥っていた。夢中だった。銃声は一発だけだった。ああ、あれを投げつけた後、私は気を失ってしまったらしい。あれ以来、頭の中にいつもこだましているのだ。一発の銃声と恐ろしい悲鳴が。な、悲鳴？今でも
そうだ、はっきり耳に残っている。おそらく一生消えることはないだろう。やはり証拠と矛盾している部分がある。それが一体何を意味するかは分からない。とにかくそこを追求するしかないな。ほう、ほほ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 。心臓から発見された弾丸によって死亡。心臓撃たれたからってすぐに死ぬわけじゃないからな。即死じゃないもんな。まあここかな。ここでこれか。銃声は一発だったんだな。それは間違いない。エレベーターの中に響いたあの音、そして悲鳴。それを聞いた私は気が遠くなって、そのまま救助されるまで気を失ってしまったのだ。なるほど。それはおかしい。もう一度この資料を見てください。被告人の証言と明らかに矛盾している。飽きもせずまたそのファイルを持ち出してきたか。我が輩は認めないぞ。ページを示さん限りはな。資料の被害者のデータを見てください。ここにはっきり書かれています。凶器は2発撃たれている。ミツルギレイジは銃声を1発しか聞いていない。しかし現実に凶器のピストルは2発撃たれているのです。1発はミツルギがピストルを投げたことによる暴発。するともう1発は一体誰が撃ったのか。すると2発目を撃った人物が他にいたということですか。裁判長、忘れてはいないだろうか。この事件は15年前に起こった。証拠も古い。ピストルは確かに2発撃たれている。しかしその2発目がいつ撃たれたのか。もしかしたら事件の前日に撃たれたものかもしれない。2発目の発砲が事件と関係があるという証拠はないのだ。なんだ、なるほど、確かにそうですね。なるほど、君どうですか。凶器のピストルは確かに2発撃たれています。そしてそのうちの1発は当時少年だった被告人が撃った。ではもう1発が事件の際に撃たれたという証拠はありますか。あります。裁判長、どうやら証拠を示すのは可能のようです。なんだと、そんなバカなことが。まあまあ、カルマケンジ、驚くのは証拠を見てからにしましょう。ではなるほど君、見せてもらいましょう。凶器のピストルが2発撃たれたのが事件当時だったという証拠はこれね。まあさっきも言ったけど、窓に1発と心臓に1発だから、まあこれですね。この写真を見てください。これは15年前の現場写真ですか。凶器のピストルは事件の際に2発撃たれたのです。写真がそれを証明している。はて、どういうことでしょう。この写真のどこにそんな。この裁判長、本当に分かってないのか。ここだ。言うまでもなくここです。エレベーターのドアに銃痕が残っていますね。あ、弾痕が残っていますね。ミツルギシンはピストルで撃たれて死んでいる。エレベーターのドアにも弾痕が残っている。そして凶器のピストルは2発弾丸が撃たれている。つまりミツルギ以外の誰かが2発目を撃ったことになる。静粛に。なるほど君、どういうことですか。簡単なことです。事件があった時2発の弾丸が撃たれました。1発はミツルギシンの心臓を撃ち抜き、もう1発はエレベーターのドアに当たった。しかし被告人は銃を暴発させた後気を失っています。つまり2発目は誰か別の人物が撃ったとしか考えられない。なるほど。その誰か別の人物とは当然真犯人です。黙っておればいい気に乗り合って。いいか、 DL65 事件の資料をもう一度よく見たまえ。事件概要のページだ。事件概要1ページ目か。そこにこう書いてあるではないか。
現場付近からは一切手がかりは発見されず。ん？どういうこと？ちょっと待って、どういうこと？あ、なるほど。その窓を貫通した弾丸は見つからなかったってことか？もしピストルが2発撃たれたのならば、現場付近からもう一発の弾丸が発見されているはずだ。確かにそうですね。しかしもう一発の弾丸は発見されていない。なぜか2発目の弾丸など存在しなかったからだ。ミツルギレイジによって発射された一発の弾丸が父親の命を奪った。それが全てなのだ。ドアの弾痕は何か他の原因でできたんだろう。なるほど、君は見事に証明しました。凶器のピストルは事件があった時に2発撃たれたはずだと。しかしカルマ検事の言う通り、2発目の弾丸は発見されていません。警察の捜査で弾丸を見落とすことなどまずありえません。私は弁護人の証明は無効と考えます。なぜなら現場からは弾丸は1発しか発見されなかった。賢明な裁定に感謝する。なんてこった。2発目の弾丸なんて存在しなかったのか。全ては僕の勘違いだったのか。どうしたの、なるほどくん。いい申し立てないの。ごめん、迷いちゃん。え、どうやら爪が甘かったみたいだ。なるほどくん。2発目の弾丸が存在しなければ僕の推理は成立しない。そんな、なるほどくん言ったじゃない、必ず助けるって。ごめん。現場写真を見た時、2発の弾丸が撃たれてるって思って、それで勝てるって思い込んじゃったんだ。誰か別の人間が2発目を撃って被害者を殺害したんだって。でもそんな簡単なはずないよな。15年間解決されなかった事件なんだ。おかげで事件ははっきり整理されたようですね。現場から弾丸は1発しか発見されていない。その1発は三剣霊児が暴発させたもの。その音を最後に三剣霊児に確認します。今までの審理を聞いていましたね。はい。何か異議はありますか。ありません。あなたは殺意はなくとも父親を殺害しましたか。そう思います。三剣さんが認めちゃった。わかりました。三剣新殺人事件は本日で時効が成立します。したがって被告人には本日中に判決を下さなければなりません。本日と言わず今お願いしたい。そうですね、何か異議のある方は。以前にもこんなことがあった。確か初めてこの席に着いた時だ。言うべきことはいくらでもあるはずなのに、頭が真っ白になって何も言葉が見つからない。なるほど、君、いかがでしょうか。いや、ここはとりあえず異議を申し立てておかないと先に進まないんだが、かといって異議を言うほどの証拠が何もない。なんで金属探知機まだ持ってんだろうな。とりあえず異議言っとくか。裁判長、その異議を申し立てます。弁護士、どこに異議を差し挟む余地があるのかな。なるほど、ダメだ、文句のつけようがない。2発目の弾存在するはず。今何か言わなかった。知らないよ。2発目の弾丸が存在する。
そんなバカな。一体どこに。誰かが持ち去った。どうやら待つのは無駄のようですね。待ってください。その2発目の弾丸は存在したんです。なんですって。そんなものはなかったと証明されたばかりですよ。分かってるんですけど、その誰かが現場から持って行っちゃったんですよ。バカ、一体誰が。あ、犯人ですよ、犯人。犯人だと、一体誰のことだ。それは今考え中です。犯人が弾丸を持ち去った。一体なぜですか。え、第一どうやって見つけたんですか。撃った弾丸を探すなんて大変な作業ですよ。犯人には弾丸を探す必要があったわけですか。検事が真犯人ってこと。この DL65 事件の後に休暇を取っていた。まさか。犯人がわざわざ弾丸を持ち去る理由、そんなの思いつかないぞ。どうしましたか、弁護人。あ、いえ。犯人に弾丸を持ち去る必要などない。それを認めたくないのだろう。やむを得ず持ち去った。やむを得ず、どういうことだ。発想を逆転して、持ち去った理由ではなく、持ち去らざるを得なかった理由を考える。なるほど、おくん。あ、はい、よくわからないけど、確かに犯人に弾丸を持ち去るつもりはなかった。でもやむを得ず持ち去ったんだと思います。やむを得ずですか。どういうことでしょう。例えばその、わかるかよそんなの。例えばその弾丸は犯人に当たったとか。弾丸が犯人に。いや、例えばですよ、自分に当たっちゃったら持ち去らざるを得ないでしょう。その場で手術するわけにもいかないし、なんて。待てよ、適当に言ってみたけど、これってありえるんじゃ。つまりこういうことですか。犯人は犯行の際自分も撃たれてしまった。そして自分の体内に2発目の弾丸を入れたまま立ち去った。だから現場には弾丸が1発しかなかったと。ああ、そうなりますね。しかし、エレベーターから救助された他の2人、三剣霊司もハイネ光太郎も怪我などしていなかった。となると、犯人は外部から来たことになっちゃいますね。エレベーターの中で2人の男が争っている。少年はそれを止めようと足元のピストルを投げつける。ピストルは暴発して弾丸はエレベーターのドアを貫き、外に立っていた犯人に当たる。少年はそこで気を失ってしまう。その後犯人はエレベーターのドアを開けて被害者を、なるほど、奥、本当にあなたは不思議な弁護士ですね。明らかに苦し紛れな発言なのになぜか無視できない。何を言ってる、無視しろ裁判長。事件の関係者で怪我をした人物などいない。つまり犯人などいないということではないか。事件の時怪我をした人物か。確かにそんな人物は見当たらないよな。ねえねえ、なるほどくん、
とんでもないこと考えちゃったんだけど。とんでもないこと？昨日の星影先生の言葉覚えてる？カルマは三剣心によってその完璧な経歴を傷つけられた。へえ。そのことがよほどショックだったのじゃろう。カルマ検事はその日から数ヶ月休暇を取ったほどじゃ。長い検事生活でカルマが休暇を取ったのはそれが最初で、そして最後じゃったよ。もしかしてカルマ検事がお休みしたのって怪我をしたからか。ということは犯人は DL65 事件の真犯人は、三剣心を撃ったのはカルマ検事なの。なんてこった。なるほど、おくん、どうしました？ふぬけた顔をして。いえ、別に。いかがですか、あなたは外部の人間が犯人である可能性を示した。具体的に容疑者の名前を挙げることができますか？どうしよう、今言うべきか。言ってもいいんじゃないかな。裁判長、容疑者は存在します。たった一人だけ。それは面白い。では聞かせてもらいましょう。誰ですか、その人物は。か、緊張するな。か、カルマ検事です。か、カルマ検事だと。笑てるで。事件の翌日から数ヶ月あなたは休暇を取っている。完璧な経歴を良しとするあなたが理由もなく休暇を取るはずがない。事件の際に負った怪我の治療をしたというのか。面白い。では証明してみたまえ。我が輩がいつどこで治療を受けたのか。わかるわけねえだろう。わかるわけねえだろう。手術した医者を連れてきたまえ。なるほどくん、かかりつけのお医者さんとか調べてもらおうよ。無駄だ。三剣、私はカルマ検事という男をよく知っている。彼は手がかりを残さない完璧な男なんだ。おそらく手術など受けていないだろう。医者という弱点ができてしまうからな。ここまで来たってのえ、じゃあ、なるほどくん、カルマ検事、自分で弾丸をほじくり出したの？そんな乱暴な。いや、素人に弾丸なんか摘出できるわけないよ。待てよ。とすると、弾丸は一体今どこにあるんだ？さて弁護士、どうかね、我が輩が撃たれたことを証明できるかね。まさかでしょ。まさかここで使うと思わなかったんだけど。カルマ検事、証明してあげましょう。あなたたちが大好きな証拠品でね。なんだと。カルマ検事が撃たれたことを証明するのは、カルマ検事は完璧な男だ。手術などしない。もしそうならば今その弾丸はどこにあるのか。カルマ検事に自分を手術する技術はありません。まさか。そう、まだ彼の体内に残っている可能性があります。そんなバカなことがありますか。バカかどうか簡単にわかることです。この金属探知機を使えば。カルマ検事、いいですね。これからこいつであなたを調べさせてもらいます。おやおやおや、断る。断るんですって。一体なぜ。断るということは弾丸が体内にあることを認めるのと同じですよ。静粛に。裁判長、弁護側は検査を主張します。裁判長、休廷を提案する。これは人権の侵害だ。
この事件は本日が無効です。教授に判決を下すべきだと言ったのはあなたです。そこまで。金属探知機の使用を許可します。カルマ検事、検査を受けるように。なるほど君、どうなの？わからない。とにかくやってみよう。右の肩に反応した。やはり弾丸が。カルマ検事、あなたが、あなただったんですか。こうなることを恐れたゆえ、我が輩はあえて黙っておったのだ。確かに我が輩の肩には弾丸が残っておる。しかしそれは事件とは全く関係がない。なんだと。肩の弾丸は DL65 事件より以前に受けたものだ。我が輩は事件とは関係ないと主張する。それを証明できるのですか。証明だと。我が輩にそんな義務はない。証明しなければならないのは貴様の方だ、弁護士。我が輩ではない。なるほど君、どうですか、証明できるのですか。カルマ検事の肩の弾丸は DL65 事件によるものだと。できるわけがない。貴様らには DL65 事件の資料なんないのだからな。慌てて資料室から持ち出したくせに。証拠がない以上、我が輩を罪に問うことは不可能だ。残念ながらな。残念なのはあなたの方だ、カルマ検事。なんだと。惜しかったね、あともう一日だった。あるんだよ証拠ならな。何？僕もびっくりだ。剣を有罪にするために自分で墓穴を掘るとはね。あんたの肩の弾丸と DL65 事件を結びつける。これが最後の証拠だ。え、これ、いやまさかでしょ。え、これえ、でも、え？え、これか？突きつけてみる？さ、それは弾丸ですか？貴様、どうしてそれを。これは DL65 事件で使用された弾丸です。被害者の剣心の心臓から摘出されました。保存状態は良好で、線条痕もはっきり残っています。線条痕。今から2日前、最初の法廷でも線条痕の話が出ましたね。ピストルの指紋みたいなものです。ピストルで撃たれた弾丸には必ず銃身による傷がつきます。その傷を調べれば、弾丸がどのピストルから撃たれたかがはっきり特定できるのです。ここに2つの弾丸があります。剣心の心臓から摘出されたこの弾丸、そしてカルマ検事、あなたの肩に埋まっている弾丸。2つの弾丸の線条痕を調べた結果、もしその線条痕が一致したら、2つの弾丸は同じピストルから発射されたことが証明されます。同じピストル、すなわち剣心を撃った凶器です。これを今すぐ証明するのは難しいんじゃない？カルマ検事、その方に埋まっている弾丸を摘出してください。そしてこの弾丸の線条痕と比べてみましょう。それでこの事件は解決です。いかがですか、カルマ検事。認めてしまったね。この悲鳴は。この悲鳴、どこかで聞いたことのある。そうだ、あの時だ。
子さんから離れろ。あらあらあら、あの時の悲鳴だ。15年前、私がエレベーターで聞いたの。カルマケンジ、あなたの悲鳴だったのか。カルマケンジ、またしても我が輩に立てつくとは。やはりあなたが。親子揃って目障りな奴らだ。我が輩の経歴に処罰の泥を塗った親父に、我が輩の肩に生涯消えぬ傷跡を刻んだ息子、この手で葬ってやる。申し訳ない。カルマ君、君らしくもないヘマをしたものだ。あの三剣弁護士に尻尾をつかまれるとはね。油断したようだ。残念だが君には処罰を受けてもらうよ。さすがに今回ばかりはかばうわけにもいかないのでね。三剣、味わったことのないショックだった。この我が輩が処罰されるなど、精神の落ち着きを取り戻すのに数時間かかった。気がつくと我が輩は闇の中にいた。そこは裁判所の資料室だった。いつの間にかそんなところに来ていたらしい。部屋の中は真っ暗だった。どうやら停電しているようだ。廊下に出て手探りでエレベーターの前に出た。エレベーターのボタンを押す。しかし反応がない。次の瞬間、何が起こった。肩に焼き付くこの痛み。その時電力が回復した。目の前でドアが開く。3人の人間が見えた。彼らは酸欠で気絶していた。不思議なことに足元にピストルが転がっていた。これは運命なのだ。我が輩はそう知った。最後の瞬間、三剣神は気絶していた。奴は誰に撃たれたかも知らぬまま死んだのだ。後日、霊媒師の口を介してハイネを告発したようだが、我が輩は被害者自身をも完璧に欺いてやったのだ。あのエレベーターの扉を再び開ける男が現れるとはな。裁判長。はい。何をしておる。このささやかなゲームに幕を引くのは貴様の役目だろう。今がその時だ。さっさと幕を引くのだ。わかりました。私たちはどうやら迷宮の出口にたどり着いたようです。15年の歳月の果てに、三剣レイジ、はい、あなたは無実だった。全ては悪夢に過ぎなかったのです。三剣レイジに対する判決を言い渡します。無罪。では本日はこれにて閉廷。いやーっていうか、そうなるとさ、ハイネさん完全にとばっちりだよな。何もかもとばっちりだよな。ついにやったね。見た、カルマケンジのしみったれた顔。あれ平気なふりしてるけど心の中でおしゃぶりだよ。いい君だね。いや、まったく。それにしても危なかった。もう絶対ダメだと思ったよ。そうだね、私もずっと半泣きだったよ。ま、今となってはいい思い出だけどね。終わったな、剣。なるほど。その、何と言えばいいのか。そういう時はね、ありがとうって言うんだよ。そうなのか。ありがとう。なるほど。どういたしまして。いまいち張り合いがないな。すまん。そう、こういうの苦手だ。もうダメだな、三剣賢治は。おお、さすがっす。自分が見込んだだけのことはあったっす。糸のこぎり圭介、この方法は一生忘れないっす。
今夜はパーティーやるっす。自分がご馳走するっす。今月から給料がちょっぴり下がったっすが、原始熱っすん。ほらほらほら、三井健治、糸の家系上見習うの。あんな感じになると感謝の気持ちが伝わるんだよ。ダメだ。やっぱり私なんか。まあまあ少しずつ慣れていきましょうよ。こんな素直な蜜剣を見るの15年ぶりだな。あ、いたいた。あ、夏美さん。いやあ、あんたらかっこよかったで。ありがとうございます。お、兄ちゃん無罪おめでとう。ん、お、大きに。うちには最初から分かってたよね。あんたが無実だってな。確か初日の検察側の証人だったような。まあ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 、細かいこと気にしなさんな。そういえば夏美さん、今は何を。おお、今か、大学に戻ったね。スクープカメラマンになる夢はもうおしまいや。あ、そうなんですか。あれ、あそこにいるの公園のまんじゅう屋ちゃうか。え、死ぬんだ。なんでお前がそんな顔してるんだよ。なるほど、俺そろそろ死ぬからさ。いや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 、かずみがよ、パリで暮らすって言い出して置いてかれちまったんだよ。やれやれ。お、みずるぎ、いたのか。ん、そりゃまあいる。おめでとうな、みずるぎ。これ俺からのお祝い。お祝い、珍しいな。お、あんたも後で来るっす。ごちそうするっす。ああ、楽しみにしてます。おい、なるほど、あいつ俺を取り調べした刑事だぜ。ごちそうってまさかカツ丼じゃねえだろうな。それはないと思うぞ。なるほど。ん、どうした。金が入っているぞ。ヤーリがくれた封筒。そりゃそうだろ、お祝いだからな。3800円だ。また随分半端な金額だな。3800円。なるほどくん。小学校の頃、三剣賢治が盗まれた給食費って確か、3800円。まさか、やはりお前。何を色めき立っている。なるほど。え、確かにやはりはあの日、風邪で学校を休んでいた。だが、だからといって犯人でないという理由にはならん。え、15年前のあの日、休んだはいいが退屈だったやはりは学校に来てみたんだろう。そしてまあちょっと手が伸びてしまったんだろうな。伸びちまったんだろうね。いやはや、これが三剣。まさかお前知ってたのか。怪しいとは思っていた。いつものやはりならお前をかばうのはおかしい。みんなと一緒になってここぞとばかり攻め立てただろう。なるほど、もしかしたらお前は知らないかもしれないが、この男はこう言われていたんだ。事件の陰にやっぱりやはりと、その言葉なら嫌というほど思い知らされてるよ。いやー、なるほど、まさか君が気づいていなかったとは。意外だねこりゃ。みつるぎ、ん、言えよ。まあまあ、なるほどくん、もう15年前のことでしょ。これって時効ってやつだよね、みつるぎ賢治。そういうことだな。そういうことだよ。お前らに感謝して弁護士になった僕の立場はどうなるんだ。感動的なまでのお人よしといったところだろうか。とんだお調子者とも言えるよな。死刑だ、こいつを死刑にしてくれ。こんなことなら検事になりゃよかった。それは私も同じだ。もしかしたら自分は父親を撃ってしまったのかもしれない。自分は罪人かもしれない。私はそういう自分を罰する意味もあって検事になった。こんなことなら弁護士になりたかったよ。みつるぎ、変わるか。なるほど。おい、みんな写真撮るで。ほらほら、写真だって、行こうよ。その後はごちそうっす。その夜は糸の子刑事の決死のサービスで、僕たちは全てから解放されたみつるぎを祝った。もちろんみつるぎ本人はまだ留置所の中だったのだが。12月29日午前5時2分、なるほど法律事務所。昨日は騒ぎすぎたな。
また頭がガンガンするぞ。まだ5時か。もう一寝入りするかな。あれ？これは手紙？おはよう、なるほどくん。昨日のなるほどくんは本当かっこよかったです。そんななるほどくんを見ていてこう思いました。こんなことでいいのかなって。私は霊媒師です。まだ一人前じゃないけど、私も三剣剣士の力になりたかった。なるほどくんを助けたかったです。でもできませんでした。とても悔しかったです。だから私は一度修行に出ようと思います。そしてまず霊媒師として一人前になろうと思います。顔を見ると言えなくなりそうなので手紙にしました。さようなら、なるほどくん。さようならって。今何時だ。始発の発車時間過ぎている。とにかく駅へ。やっぱりいないか。あ、いた。なるほどくん、迷いちゃん。やっぱり行っちゃうの？うん。悔しいから。霊を呼べない霊媒師なんて。それに私がいなくてももう平気だもんね、なるほどくん。じゃあ元気でね。いいより。ちょっと待って。何？三剣を助けられたのはマヨちゃんたちのおかげだよ。え？最後の法廷で聞いたんだよ、千尋さんの声を。お姉ちゃんの声だけだけど、最後の最後もうダメだって時に。そうなんだ、さすがお姉ちゃんだな。糸の子刑事さんも押しかけ先生もやっぱりさんも。やっぱり私だけだ、何の役にも立たなかった。カルマにとどめを刺したのは迷いちゃんだよ。あ、私は何もしてないよ。ただオロオロしていただけ。悪いけどこっちには証拠があるからね。証拠？拗ねているマヨちゃんに証拠を見せてあげよう。はーい。弾丸？カルマは DL65 事件の資料を全て隠すつもりだった。でもマヨイちゃんが守ったんだよ、最後の証拠品を。この弾丸がカルマを倒したんだ。この弾丸を僕にくれたのはマヨイちゃんだよ。なるほどくん、ありがとう。マヨイちゃん帰ってくるから。え？一人前になったら帰ってくる。うん、待ってるよ。やっぱり私がいなくちゃダメだからね、なるほどくんは。そんなことはないけどさ。じゃ行くね。うん。これで僕の物語はおしまいだ。新米弁護士だった自分に別れを告げて、僕は今新しいページをめくり、新しい物語を生きている。相変わらずの顔ぶれで。まだまだ甘いな、この素人弁護士は。なるほど、もう一度考え直しなさい。はい、ではお言葉に甘えて。終わった。ああ面白かった。いやー頭がフル活動だったぞ。うん。じゃあちょっと、じゃあしばらくは、エンディングをご覧いただきたい。
というわけで、逆転裁判1ですねのメインストーリーは今回で、終わりなんですけども、第1回目の時にも言ったかな、この蘇る逆転っていうのは、追加エピソードがありまして、これなんですけども、それをクリアしてから、この逆転裁判1蘇る逆転は終わりになるんで、また次のエピソードもよろしくお願いしますという感じになりますね。